ハハハハ、弟来やがれ。ま、戦ったのはお前で、俺は逃げ回ってるだけだったかな。もしかしてさっきの奴らが前に言ってた黒服連中、大資本製薬に縁がありそうな奴らか。俺たちのことを凛の関係者と思ってたみたいだけど、お前がこの間瞳子と一緒に凛を助けたからだよな、きっと。こりゃあの姉ちゃんの知らないところでなんか動いてそうな線が濃厚だな。嘘つけ。なんか嫌な感じだな。秋葉が狂ってきてるぜ。それでもまあ俺たちのできることを地道にやるしかないんだよな。とりあえずモグラに戻るか。サーフェイサーはまた今度だな。おっと。え？こりゃ。黒服連中に襲われた？凛を襲ったってやつらか。何なんだろうなあいつら。俺たちを凛の仲間じゃないかなんて言ってたけどさ。ん？先輩、携帯鳴ってませんか？メールの着信かな。電車が参ります。白線の内側に下がってお待ちください。ちゃんと一人で来たようね。のこのこと出てくるなんて本当にお人よしね。やっぱりこのメアドはあなたのものだったのね。あなたのメールアドレス
大資本製薬から持ち出したデータの中にあったわ。なぜかしら。そうかもしれないわね。だけど、他に考えられる要素があるでしょ？あなた、最近バイトに申し込んでない？メールで、レアグッズ目当てに。そう、そのまさか。大資本製薬にあったアドレスは組織に。バイト申し込みをした人たちのもの。アングで愚鈍で鈍感なあなたにでも、さすがに想像つくでしょ？大資本製薬と組織は、つながっている。何のために彼らが手を組んでいるのかは、わからないけど。まがいものと何らかの関わりがあるのは、まず間違いない。私のことはどうだっていい。余計な詮索をしないで。ただ、私の目的だけは教えといてあげる。私はまがいものを一掃し、その根源を断ちたい。そのためには、手段は選ばないわ。まがいものは、人の世にいてはいけない存在だから、秋葉の平和を取り戻す。その点では、私とあなたたちの目的は一緒かもしれないわね。だから条件次第では、あなたたち秋葉自警団に協力してもいいわ。一つ、私の詮索はしないこと。そして二つ目、あなたたちと一緒にいる時風雫を、この件に関わらせないこと。彼女とは昔、ちょっとした因縁があってね。顔を見るのも嫌なの。私は有益な情報をたくさん持っているわ。知っての通り、戦う力もある。雫を追い出しても、全く問題はないはず。よく考えて、あなたたちが最終目的にたどり着くには、どの選択が正解かを。あともう一つ、忠告しておいてあげる。アモー前夜。彼が秋葉自警団、というより、あなたを探しているわ。近々、あなたたちの前に現れるかもしれない。一度飼っているからといって、慢心しないことね。さっきの提案の答えはしばらく待ってあげる。じゃあね、迷えるおバカさん。驚いたな。リンから協力するって申し出が来るとは。秋葉の平和も守るマルチタレントだったんですね。でも雫を事件に関わらせるなっていうのは、どうも腑に落ちないね。大資本製薬のことは春日井さんに直接聞いた方が。私がミヤドに連絡を送ったけど音沙汰なしです。フリーダムに見えても社長だからな。忙しいんだろ。どっかの零細ゲームバーの店長と違ってな。おい、さりげなくディスるのはやめろ。自警団がリンと手を組むのならそれでも構わない。私は一人でもまがい者たちを追うから。ちょっと待ってよ。今までうまくやってきたんだから一緒に頑張ろうよ。ありがとう。リンの件はとりあえず保留にしておけ。それよりもそろそろ定期パトロールに出かけてくれるか。大資本製薬と組織の関係も気になるけど、やるべきことはやらないとね。ええ、じゃあ見回りに。ヨドバシ周辺から行きましょう。
この街には物語や音楽が溢れている。みんなはそれらを笑顔につなげている。それはとても素晴らしい生き方だと思う。まがい者はその日常を乱す不協和音、何としても止めなくてはいけない。見て、あの曲がり角のところ、間違いない。まがい者、行きましょう。勝負。気をつけて。まだ気配が消えてない。見つけましたよ。蒔絵に釣られてのこのこ出てくるとは。アモは前夜、この前はちょっとした借りを作ってしまいましたからね。その返済に来たんですよ。私は貸し借りは嫌いでね。お金も物も恩も何よりもプライドを傷つけられた借りはねえ。
耳を揃えてきっちり返させてもらいますよ。私は以前の私ではない。さらなる力を得てスーパー、いやハイパーゼンヤになったのです。もう二度と貴様ごときには遅れは取りませんよ。気をつけて。以前とは明らかに様子が違う。虫けらどもじわじわとなぶり殺しにしてくれる。しょう、今だ。行きます。頼むぞ、続け。痛くはない。これ式の攻撃私には効かん。嘘、オリジナルのまがいものといえどもこれだけのダメージに耐えられるわけが。このクズどもが抵抗するんじゃない。無残に引き裂かれろ。しまった、まだ動けるなんて。死ね。させないわよ。リン、姉様はやらせないんだから。どけ、何のつもりだ。リン、どうして私たちをかばって。リンちゃん、あなたまでが我々の待望を邪魔するか。力の反動か、頭が焼ける。何、いきなり苦しみだした。くそ、この状態じゃ戦えん。仕切り直しだ。クズ眷属、この決着は闘技場でつけるぞ。お前らのところへ使いをよこす。逃げた場合お前たちの代わりにこの町の住民たちが席を追うことになるぞ。これは提案ではない、命令だ。いいな、クズども。逃げた。この件には関わらないでと言いましたのに。リン、しっかりして。詳しい説明は後、まずはリンを安全なところへ。とりあえずモグラに運びましょう。小さい擦り傷はあるけど大きな傷はないみたいね。なあ、しずくちゃん、リンとはどういう関係なんだ？リンは私の妹なの。へえ、妹か。ん？って、嘘！本当に？ワンテンポ遅いよ、驚くのが。じゃあ、リンちゃんも、ヤガミ。わしゃ、なんとなく気づいてたけどな。
強大な敵を前にいがみ合う訳あり姉妹、ドラマによくあるパターンだな。そうなのですか？いや、マスタードヤ顔してっけど絶対気づいてなかっただろ。自警団に妹キャラが2人、これはアイデンティティ喪失の危機、レアリティ低下。いやいや、そこは重要じゃないから。リンは半年前、私たちのふるさとを出て行ったの。書き置きを残して。そこには、私に対する恨みつらみが、原稿用紙で50枚ほど書かれてた。二度と私を妹と呼ぶな。もう顔も見たくないって。原稿用紙50枚って、それちょっとした短編小説だろ。しずくちゃんと仲違いしたのが、リンが家出をした原因なのかい？それは…あ、リンちゃん、気がついたみたいですよ。リン、大丈夫？よかった。このまま目を覚まさなかったら、私…どうして…あれだけ事件には関わるなって。ごめんなさい、リン。だけど、私は、あなたの気持ちが知りたかったの。姉様、私は、ごめんなさい。私は、姉様を巻き込みたくなかったから、あんなひどい書き置きを残したのに。やっぱり、そうだったのね。私を事件から遠ざけようと。わざと。ごめんなさい、リン一人に辛い思いをさせてしまって。そんなこと、私の方こそ、姉様にひどいことを。姉様に危険な目に遭ってほしくなかったの。だから、姉様、ごめんなさい。ごめんなさい。いいのよ、私は気にしてないから。原稿用紙50枚の恨み事なんて。絶対根に持ってるよな。ああ。詳しい話は後で。今はゆっくり休んで。ずっとここにいていいからね。まるで店のオーナーみたいな物言いだが、まあ依存はないさ。ありがとうございます。ならしばらく厄介になるわよ。そのありがとう。しかしリンも八神か。怪異は身近にあるって本当だな。怪異はどこにでもあるし、どこにもないだったかしら。あれ、リンちゃん、もう歩けるんですか？ええ、しばらく休ませてもらったから、なんとか体調が戻ったわ。モグラの皆様には本当にお世話になりました。重ねて礼を述べさせていただきます。そんな礼なんていりませんよ。こちらこそ今までリンちゃんの歌でたくさん楽しませてもらってますから。ありがとうございます。拙い歌い手ですが、楽しんでいただけているようで何よりですわ。でもなんかアイドルのリンの時とイメージが違わねえか。そうだね、礼儀正しいというか。リンの時はツンデレだったのにね。氷の月が私の魂を黒しく染めるとか、大敗的な曲ばかり歌ってた気もするが。あれはあくまでもパフォーマーとしてのリン、芸風という名の性格設定ですわ。そうね、本来のリンは素直で優しい子、虫も殺せないような。やだ姉様、そんな優しくて素直で可愛くて聡明な子だなんて、照れますわ。なんか増えてないか。そのリンがあんな書き置きを、ショックだった。
あれは姉様を事件に巻き込まないための偽装で。それよりも姉様、どうしてよりによってこんな男を眷属にしたのですか。え、眷属は一生に一回しか契約できない運命共同体にも等しい存在。姉様には優雅で気品があって見目麗しい眷属こそお似合いだと思いますの。ふん、わきまえなさいな。リン、今までも彼にはいろいろと助けてもらってるの。だからあまり悪く言わないで。姉様、こんな下賤の者にも哀れみの心で接するなんてお優しすぎます。ああ、感動してるところ悪いんだが、ものすごい顔でリンを睨んでるやつがいるんですけど。あら、あなたは。そこにいるダメダメ人間の妹です。妹さん。さっきから聞いていれば言いたい放題。私以外がニーニのことを悪く言うのは許せぬ。まあまあ、可愛らしい子。兄には全然似てないですわね。ひょっとして義理の兄弟とか。いや、ちゃんと血はつながって。兄に似なくてよかったですわ。この可愛らしさは奇跡ですの。頭撫でて差し上げますわね。撫でり撫でり。助けて、私はもう寝る。兄に似ずに、よくできた妹さんね。いいこと、下僕。姉様はああ言ってらっしゃるけど、今後は部をわきまえて慎み深く行動しなさい。姉様に慣れ慣れしくしたら許さないから。いいわね。誰だ、さっき腰が低くて礼儀正しいって言ったやつ。リン、話してくれるかしら。あなたが一人で姿を消した理由。はい、こんにちは。自警団に新メンバーが増えたって。春日井シオン。待って、リン。いえ、時風リン。私はあなたとことを構えるつもりはないわ。ならば何しにここへ。リン、落ち着いて春日井さんの話を聞きましょう。ありがとう、しずくちゃん。あなたがうちの会社に近づいて何かを探っていたのは知ってるわ。大資本製薬に疑念を感じていたのは理由があるんでしょ。そうよ。秋葉に出没するまがい者たち、その周辺を探っていくと必ず大資本製薬の影がちらついていた。無関係と白を切り通すには不可能なほどに濃い影がね。だから我が社のイメージガールコンテストに応募してきたってわけね。春日井紫陽、大資本製薬の社長ならばあなたが知らないはずはないでしょう。まがい者たちが発生する背後には大資本製薬が大きく関与している。残念ながら凛の予想は半分当たり半分外れかな。え、最近姿を見せられなかったのはね、社内でクーデターまがいのことが起きていたからなのよ。クーデター？そいつは穏やかじゃねえな。私を CEO の座から追い落とし、新体制を敷こうとしている派閥がいるのよ。彼らを後押ししているのは現代医療の常識を変える新薬の生成。細胞を強靭化させ治癒力を飛躍的に向上、活性化させる新技術を提唱してるの。まさかそれは。あながちそうでもなさそうなのよ。彼らの言葉から推測できるのはまがい者の医療転用、日光に弱い、凶暴性が増すといった弊害はあるものの、人間をはるかに上回る彼らの体組織は注目に値する存在だわ。
あれはこの世の断りの外にいるもの、利用しようだなんて。やっぱり大資本製薬と組織はつながっていたのね。その可能性があるというだけよ。まだ確証はないわ。私の預かり知らぬところで勝手に動いてる連中がいるのは確かだけど。じゃあもし大資本製薬が組織とつながってたとしても、春日井さんは関係ないの？そうなるわね。残念ね。社内で一番最初にまがいものに目をつけたのは私だと思ったんだけど、うちが事件に噛んでる可能性が出てくるなんてね。マッチポンプもいいところね。うん、東大元暮らしってやつだな。クーデターが起こってると言ってもまだ私には CEO としての実権があるわ。可能な限り社内を洗って組織とのつながりを追ってみる。だからリン、あなたの力も借りたいの。引き続き広告塔として大資本製薬を探ってみてちょうだい。言われなくてもそのつもりだけど、春日井紫耀、あなたの嫌疑も晴れたわけじゃない。私たちを安心させるために虚言を弄している可能性もある。お好きにどうぞ。どのみち内部の仕業だったら私にも責任があるもの。そうね、社会倫理的にも許されることではないわ。研究対象としては非常に興味深いけどね。じゃあ報告はそんな感じ。社内の動きが分かったらまた連絡するわ。いつまで社長でいられるかは分からないけどね。春日井紫耀、どこまで信用できるの？大資本製薬のことは春日井さんに任せとくとして、問題は天羽前夜か。闘技場で待ってるんだろう。もしも私たちが逃げた場合、秋葉の住民を無差別に攻撃すると。今だってまがい者たちが無差別に人を襲ってるじゃない。あったまきちゃう。その数をさらに増やすという警告だろうな。この前の天羽は凶暴化していた。強敵よ彼は。先輩、その発言はちょっぴりかっこいいですよ。追い詰められた相手は何をやってくるかわからねえ。用心しすぎるに越したことはねえからな。いつアモーから呼び出しが来るかもわからない。私も一緒に行くわ。姉様、私も。あなたはここにいて。そんな。行きましょう、闘技場へ。